オッケー、よしで、ね、なんかね、この武器ダメかもしれんな。ということで、この武器をね、今回紹介していくということでね、やっていきます。ウォーフレームやっていきます。ヤトです。はい、でね、リベンガチャの闇シリーズ第4弾ということで、こちらのね、シバをビルド紹介しようかなと思うんですけれども、ちょっとこれは無理があるんじゃないか。いくらヤスオでも、スーパーゲーマーなヤスオでも、これはちょっと無理があるんじゃないかと思うんですけれども、とりあえずやっていきます。でね、前回リベンでちょっとね、まあシバを引けたということで、まあ紹介していくんだけれどもね、流れ的にはね、流れ的にはそうなんだけれども、まあ意外とね、なんかね、そのリベンの内容自体は悪くなかったんでね、状態上率系のね、まあ、リベンの内容だったということで、ただね、シバはどっちかっていうとクリティカル系の武器なんじゃないかなって思わなくもないんですが、まあ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 、そこもね、ちょっとね、人によって捉え方、戦い方とかでね、ちょっと変わってくると思うんですよ。シバ、やろうと思えばどっちでも対応できるのかな。CO 軸か、クリティカル軸かって、どっちとも対応できる武器ではあるとは思うんですけれども、なんだよね。はい、ということでね、ビルドを見ていく前に、とりあえずね、ステータスから見ていきましょうということで、こちらなんですけれども、そうだね、クリティカル倍率もそんな高くなくて、さらに、クリティカルチャンスも高くないというハンマー系のね、武器なんですけれども、状態異常確率が実は 10% と、先ほどなんかね、状態異常のそのいいリベンが出たよみたいなこと言ってたんですけれども、こちらの武器ね、チャージ攻撃をすることによって、チャージアタックね、チャージアタックをすることによって、50% に跳ね上がりますね、状態異常確率が。なんでね、まあ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 、悪くはない数値なんだよね。チャージだからね。一応チャージだからね。状態上系、近接で状態上系のビルドをね、組むとしたら、まあ、手数が必要になってくると思うんですよ。なんでね、あんまり CO とやっぱりマッチしないのかなって思うんですけれども、やっていきましょう。この芝なんですけれども、ちょっとね、特殊でして、まあ、何が特殊なのかっていうと、はい、スラムアタックですね。こちらなんですけれども、こんな風にね、なんか、結晶みたいな感じで、ちょっと氷のこのエフェクトが出るんですよね。スラム範囲が7メートルといった感じで、ヤスオが言いたいのは、はい、そう。あまり意味がない。あまり意味がない。ただ単にエフェクトが綺麗だよ、みたいな。はい、次にね、マーケットからシバの設計図を変えるということで見ていきましょう。こちらなんですけれども、マギスターですね。素材にマギスター。そして、クライオテックが3万と、もはや意味がわからないぞ、この数値は。何があったこれ。ちょっとわかんないな。合金版がそして5万と。いった感じで、クライオテックなんで3万なんだ。まあ、クライオテックそんな使う機会ないからいいんだけどさ。はい、ということでビルドを見ていきましょう。こちらですね、プレッシャーポイント、リーチ、さらにフューリー、そして CO、60属性2枚で DC ですね。で最後に、シバとシバリベンといった感じで、リベンの内容自体は毒、霊気、そして状態異常確率と悪くはないだけれども、まあつける武器が間違ってるよね。シバじゃない方が良かった。これシバじゃないで良かったなって予想は思います。はい、状態異常確率が 35% と、こんだけ上げたにもかかわらず 35% と、なんとも低い数値ですねこれ。素直にブラッドラッシュ軸でやっとけばよかったな。しくったな。はい、ということでね、シムラクラに来たということで、コラプトボンバード150レベはい、20体見ていきましょう。そうだね。まあ、野草から言いたいことは、一つだけなんですよ。野草はこういうね、こういうよくわからない武器も大好きで、救いたい。とりあえずチャージアタックでね、見ていこうか。やっぱね、状態異常はやっぱ出るね。かなり出るね、こういう風にね。さすがチャージアタック時だけ 50% プラスっていうところだな。でもね、違うんだよ。今これすごい数値低く見えるじゃん。これコラプトボンバードの150だから低く見えるんだよ。これ実はね、
もうちょっとレベル下げたらめっちゃこれダメージ通るんだよ。なんで意外と攻撃力面的には悪くはないのかなって思います。はい、あとね、一つ野草からやっぱり、うん、言うとすれば、ぜひね、DE さんは、あずきバー的なスキンをちょっとね、実装してもらえると、野草はこれにつけるかなって思いますかね。はい。